成虫とは、昆虫において、十分に成長をし、これ以上の成長や変態を起こさない、最終形態である。昆虫に類似した他の動物に対しても使用する場合がある。より生物一般の用語としては、生体という、一般に認識されている昆虫の形態は、この成虫のものである。昆虫の分類は、基本的には、成虫で行われる。昆虫の場合は、 成虫になれば脱皮しない。昆虫の幼虫をその種の未完成の姿とみなすならば、成虫はその種の現段階での最終の姿である。幼虫は成長の過程で、太古の昔から現在までの発達段階を個体として短期に行っていると言える。他の脊椎動物などが体内や卵の中で行うことに似ている。あまりにも繁殖に特化した存在である場合もある。 例えば、成虫になると餌を取らないもの、あるいは、成虫の時期が極めて短いものなどがある。成虫は羽を持って飛ぶものである。したがって、基本的には陸生である。昆虫には、幼虫が水生昆虫として、水中で生活し、成虫が陸で暮らすものが、結構たくさんあるが、逆のものはない。 米国のセミのうか2時間の短縮のアニメーション昆虫は幼虫から成虫へと大なりこなり姿を変える。つまり変態する。昆虫においては変態の形には大きく2つある。成虫は活動範囲を広げること、および繁殖相手を効果的に探し出せるように、大抵の昆虫は成虫時に羽を持っている。したがって羽の完成を持って、 成虫と判断することが一般には可能である。中には羽を持つ仲間にあっても、成虫が羽を持たない種もあり、そのようなものは成虫であるかどうかの判断が難しくなる。逆に、羽が発達しても生態でないのが、カゲロウ類の若虫で、羽が完成した後にもう一度脱皮して成虫になる。成虫となった個体は、繁殖にかかる一連の行動が可能となる。 だが、蜂などの一部の昆虫では、繁殖行為が許されるメスが、巣の中でごく限られている場合があり、働き鉢のように、メスの成虫であるにもかかわらず、繁殖能力を持たない者も,もいる。形態的には、外生器が発達するものであれば、それをもって、成虫と判断することが可能である。昆虫には、成虫になってから繁殖を始めるまでに、 一定の成熟期間の必要なものもあるが、成虫になった途端に繁殖活動にはいるものもある。中には、ある種の蜂やハエに見られるように、オスがメスのサナギを確保してしまうというような形で、サナギの段階から繁殖活動に関わってしまうものもある。昆虫の中には、メスが成虫の形にまで成長をせずに繁殖行動を行うものもいる。ミノムシの成虫は、 ミノガと呼ばれるガの仲間だが、羽を持った一般的なガの姿になるのはオスのみで、メスは幼虫のような形態のままで、ミノの中で一生を送ることが知られており、幼虫の姿のまま交尾や産卵を行う。この場合は、その幼虫の形で繁殖を行う姿が成虫ということになる。ありがとうございます。